に泣く気がする。無難によし、ああ。わし、いや、おひや、おお。ああ、しょっちゃだ。これで旅が終わる。うおお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 お。え、嘘。嘘マジ。マジか。オルフェ1回目で抜け出した時はマジでこんな感じだった。信じられないって感じ。ゆだか。ゆだか。ゆだか。そのまま。そのまま。そのまっしゃ、近々凱旋門賞の馬券も買えるようになるらしいが、絶対に自分は外国馬の単勝買う。しゃ、ゴールする瞬間にジャンプ。ただただ無言で頂点を極めたものの虚しさを感じるだろうな。里見さんやったな。やっと勝ってなると思うテンション上がるのは競馬板で共有してからだな。オラオラ。お、これかっこいい。ええからお前かよ。オルフェ1回目はマジで寝れんかったわ。どの馬が勝つかによる。これで日本人騎手だったらなぁ、マジであり得るから困る。弟は大丈夫だ。弟は大丈夫だ。これが近代日本競馬の決勝だ。ツインターボはこれで終わり。中黒中黒中黒。やったぜ、丸山。夢だったんだよ。夢だった中黒中黒中黒。豊か&AMP ディープの死で現役最強馬なら泣くね。車大&AMP デムルメなら何とも言えないやるせない気分になる。エビナならまあいいかなってなるしょう。再七死なら泣く。てかあゆなんだけど。思い入れのあるシーザリオの子供で凱旋門取れて最高ですわ。多分泣くわ。リアルタイム視聴せず翌朝全起動させて新規すれ第一覧見て、え、マジ。ジョッキー次第日本人なら泣く。まさかの栄新光だったとは、わ。次はケーリー&アンプスか。今年はシャンティーでの開催だったからね。13お前関係あねあじゃん。小春馬次はロタウーは。ああ、半濁点すべて半濁点。うおおきたやっぱりエビショ。いえうら。マジか中黒中黒中黒。これが1度目の挑戦時にオルフェが抜け出した時に出た言葉なお結果。オルフェ1回目のエンディング感は以上。福永のやつゴール前で落馬してやんのーは。はいはいデムーロルメール。43わかる。あそこで一度エンディング流れちゃってるから、買っても多分、やっとかよくらいにしか思わない気がする W。28コネヒサシさんはダービーも取れねえのに凱旋門賞なんておこがましいわ。なんかでもオルフェ1回目の直線で刺された時悔しかった反面、嬉しかったのは私だけではないはず。じゃあ、エビナ激怒。それもまさかの日本馬ワンツーとかうわ。確かに凱旋門賞で日本馬が勝った。